ブラックチャンネルさんっていう、ブラックチャンネル、はい、今からちょっとスタジオまで収録しに行きたいと思います。もしかしてあなたからは宇宙海賊キャプテンゴージャスだ。あれ、何これ、お、ゴージャスさん、コロコロコミックじゃん。コロコロコミックですね。懐かしい。読んでました？読んでた。え？いやー、あれ読んでたよ。何ですか？ツルピカハゲマルくん。え、何ですかそれ？ツルピカハゲマルくん。知らない？知らないっす。うわ、なんか儲けだぜみたいなね。ちょっとせこいやつ。宇宙人田中太郎じゃないですか？もう違う世代じゃない。世代じゃない。あ、本当ですか？そう。え、ドラえもんとかもあったよね。ドラえもん。あ、そうですね。まだある。やっぱ人気ですから。すごいよ、何これ。いや、すごいですよね。懐かしい。しかもめちゃくちゃ分厚いですね。いや、もうこの厚さよ、コロコロコミックさ。うわ、すごい。コロコロハンディ加減ね、これね。この加減。はいはいはい、ああ、いい。わ、いいね。すごいですね。とかもやってない。うわー。まあ、しかもね、うん、ゴージャスさん、なんかコロコロコミックになんか乗ってたっていう話を聞いたんですけど。乗ってた？はい。あれ、なんかコロコロコミックの96ページにゴージャさんが載ってたっていうお話よく聞いたんですけど、なんかリーク情報がいっぱいありました。リーク情報？え、96ページ、96ページ、何のページ？なんかゴージャさんコロコロコミックデビューみたいな。載ってる。あれ、何これ。え、なんか96ページあったんですよね。え、なんかどこブラックファンのハートにレボリューション、合計登録約204万、クセスゴなゲーマーとブラックが絡む。え、テレビで活躍するバリバリの芸人ゲーマーやゲームをゆるくアニメ化するゲーマー、絶叫なしクールゲーマーとコラボ。ブラックが暴く彼らの裏側とは、こうご期待。3月上旬公開予定。3月上旬だよこれ。え、おめでとうございます。何もやってないのに。ゴージャさん、え、コロコロコミック、プロお笑い芸人ゲーマー、なにこれ。プロお笑い芸人ゲーマー、やめてちょっと、なにそれ。ゴージャス動画、なにこれ。え、ゲーム実況やバラエティ動画大好評の宇宙海賊だ。宇宙海賊に学校がハイジャックされました。宇宙海賊襲来、レボリューション。宇宙海賊は小学校を占拠。え、ブラックが学校奪還をかけて挑む。誰これ。え、全然謎しかない。本人やのに知らないんですか。聞いてないし。はい、これいつ発売のやつこれ。2月の15日とかに発売された。誰にも何にも言われないですこれ。そんなことあります？ 2 月スルー、誰もこれ気づいてないんじゃないこれ。いやいやいや、これあのブラックチャンネルさんっていう、ブラックチャンネル、はい、チャンネルがあるんですけど、そちらとゴージャス動画が、ほう、まあ、コラボしませんかみたいな お話が来まして、へえ、で、こちら心よく受けさせていただきました。ほう、はい、そしてゴージャスさんは、うん、今初めて知りました。ほう、なのでちょっと待ってくれ。でもだって3月上旬だよね、これ。そうですね、もう今2月、いや、もう違う、3月上旬ですよ、今もう。そうだよ。あ、もう公開しないと、急がないと。どうする、これ何するのこれ。どうするということで、うん、あの台本を実はあのスケジュールとともに送らせていただいてると思うんですけど。ほう、なんか、はい、来てたみたいな。なんか来てましたよね。ほう、あれを本日今からちょっとスタジオまで収録しに行きたいと思います。スタジオまで、はい、あのしっかりとした、あの、まあし、某スタジオなんですけど、某スタジオ、はい、某スタジオに今からちょっと、うん、収録に行きたいと思います。ここじゃダメなの？ここじゃダメですね。あのちょっと先方の指定の場所があるので。あ、本物のやつ？本物のやつです。ガチの偽物みたいな。あ、本物のやつがある。はい、本物のあの本当のアニメのあの。収録がありますんで、はい。いや、ちょっとなんか、え、コロコロコミックですよ。コロコロコミックに、まあ、載っているような、すごいチャンネルとコラボ。
コロコロコミックに関しては、はい、抜群の信頼感が。おお、よかったよかったじゃあ、はい、みんなで行こうじゃないか。地図合ってるかなこれ。お、合ってた。合ってました。ここか。いやー、ちょっと迷っちゃって。はい。ここまでスタジオか。そうですね、ここですね。来ちゃったなー。ついに到着。どうすればいいかちょっと分かんなくなってきた。大丈夫ですか？大丈夫大丈夫。そうですか。台本の方、うん、頭に入りました。台本読み込んだ。あ、いや、それじゃないです。え？コロコロコミックです。あ、コロコミックずっと読み込んでたんだけど、これじゃないんだ。それじゃないです。あ、でも大丈夫、なんとかいけると思う。行きますか。オッケーオッケー。じゃあ今からちょっと収録始まりますんで。うん。よろしくお願いします。オッケー。やるしか、ナイジェリアソウルここ、ナイジェリア。自分のジャンルあんまやんないんだ、これ。行ってきまーす。あれ？ちょっと、失礼します。おはようございます。おはようございます。わ、わわわ、もしかして、あなたからは。ちょっと、もうバレてる。自己紹介をお願いします。ブラック役穂積優也でーす。わあ、穂積優也さん、よろしくお願いします。サトシ役の松井明葉でーす。よろしくお願いします。今回ちょっとコラボ動画出させていただいてないんですけども、はい、桃馬全体役の織沙耶香でーす。よろしくお願いします。すいません、なんか変な格好で来ちゃった。いや、本当に本当に本当に本当じゃないんだ。今日はちょっと私もコラボということでございまして、はい、ちょっとあんまりね、声のお仕事ちょっとね、はい、昔やりたかったなってあったんですけども、夢叶わなくて宇宙海賊になっちゃった。すごい権利。ちょっと頑張りたいと思いますので。宇宙海賊役なんで、宇宙自分役なんでね。精一杯やりたいと思いますので、お願いします。柔らかによろしくお願いします。お願いします。じゃこの後早速アフレコにチャレンジしてみたいと思いますので、はい、行きます。全然、私たちもいっぱいやらかすんで。呼んだかい？うわぁ、変な格好の人。みんなのハートにレボリューション。私が宇宙海賊キャプテン、ゴージャスだ。さあ行こうぜ、宇宙旅行へ出発だ。え、どういうこと？はい、ということでアフレコ終了いたしまして、まあ、うん、そうですね、ところどころちょっとなんか怪しいところあったと思いますけども、でもなんとかやりきりました。お疲れ様です。でもね、やっぱね、声優さんとお仕事するってね、いいね。ずっと耳心地がすごい良かった。幸せだった。ファンみたいな感じで。はい、ということでございまして、明日ご自宅動画の方でもね、この動画アニメ流れますんで、そちらの方ぜひとも見ていただきたい。そしてブラックチャンネルの方でもね、後編がありますんで、ちょっと続けて見ていただきたいと思いますので、ね、チャンネル登録もよろしくお願いします。よ、はい、ということで本日ここまででございます。また次回お会いしましょう。ドラクロコミックバンザーイ。みんなご視聴どうもありがとう。チャンネル登録はそれここ、メンバーシップはそれここ。次回も面白さレボリューション。バイバーイ。